降射砲。降射砲は、地上から航空機を攻撃するために作られた火砲。敵の弾着観測気球を狙い撃つため、プロイセン軍が使用したのが始まりである。大日本帝国海軍では、降格砲と呼んだ。また、日本語では、低空で侵入する敵機を攻撃する、比較的小口径の機関砲を、対空砲、降射機関砲と呼ぶことも多いが、 英語ではいずれもアンチエアクラフトキャノンである。ドイツ語のフリージラブウェアキャノン由来のフラックが英語圏でも多く使われる。1870年に不屈戦争で敵の弾着観測気球を狙い撃つため、クルップ社が開発して、プロイセン軍が用いた軽量砲画の昇降警報がその素刑である。後目標が気球から飛行機になり、航空機が高速化し、 飛行高度も高くなると、照準速度の向上や砲弾速度も求められるようになった。あとには、降車法に加えて、降車装置がセットで運用されることが多くなった。降車装置とは射撃管制装置の一種で、目標航空機の現在位置、高さ、速度を測定して、未来位置を計算して照準を行い、最大の効果が得られる時に砲弾を炸裂させる。 幼児原神艦を調停する機会である。主に第二次世界大戦において、高々旅から侵入する連合軍の戦略爆撃機から軍事施設あるいは人口密集地の死を守るために、ドイツ軍は対空射撃艦制装置、ウルツブルクレーダーと後射砲を組み合わせ、有効な防空戦を展開した。後射砲弾は敵機の直撃を狙うのではなく、近くで 空中爆発して飛散する破片により被害を与える一種の榴弾である。第二次大戦初期までは発射後敵機の飛行高度に達する時間を計算して爆発さる次元新管が使用された。次元新管による射撃は精度が低かったが、後新管が敵機との距離をセンサーで測定して爆発する近接新管が開発されると撃墜率が飛躍的に向上した。 第二次大戦後は高高旅を飛行する敵機を攻撃するためにはより効果的な地対空ミサイルが使用されるようになり大口径の降射砲は消滅した。高高旅を高速で飛行する航空機を射撃対象とするために大行閣や速い旋回速度などの特徴を持つ。また直線的な弾道を必要とし高い初速を与えるため方針が長い。また 校射砲弾は装薬量が多く、その発射に耐えられる強靭な構造が必要であった。この特性は対戦車砲と共通するため、校射砲として開発された砲の多くが後、対戦車砲や戦車砲に重用された。また、対空砲には2種類あり、高高旅を飛行する大型機を攻撃する大口径砲と地上の戦術目標を中 低空から攻撃する戦術爆撃機、ヘリコプター等を攻撃する小型機関砲がある。低空から侵入する敵機に対しては、高射砲ほどの大きな胃高や射程を必要とせず、多数の弾丸で弾幕を張った方が効果的だからである。高射砲の1個中隊は7.5から12センチメートルまでの高射砲を4門。降射砲1個連隊はおよそ4個。 大体、一個大体は二個中体の編成である。前述のように、校射砲は校射装置など様々な機器と連携をとって、対空を行う。以下のような装備が用いられた。戦闘艦艇への対空兵器の配備は、航空機が実用化された大正時代からとなる。当初は、偵察や弾着観測を行う、少数の航空機の排除を想定していたため、 高画法を装備したのは艦隊に余裕のある巡洋艦上に限られていた。その数も単装法を数機装備するのみであり、あくまで補助的な兵装という扱いであった。第二次世界大戦が始まると、戦闘艦艇の任務は戦前の想定に反して航空攻撃に対抗する対空戦闘が主となり、高画法は近接戦闘用の機銃と合わせて、 対空戦闘の主兵装として用いられた。第日本帝国海軍においても、相対的に、対空兵装が重視されるようになり、各艦は相次いで対空兵装の強化が行われた。この中には、山和型戦艦の二隻、重巡洋艦の、マヤ、軽巡洋艦の、イスズや、夕張りのように、対艦兵装の一部を撤去して、広角法、または機銃に変えられた例も、少なくない。 また、心臓艦においては、駆逐艦以下の小型艦艇でも、秋月型駆逐艦や、低型駆逐艦、船団護衛用の解剖艦など、広角砲を主兵装として搭載する艦が計画され、次々に戦線へ投入された。これら関西の広角砲の一部は拠点において、揚陸され、拠点防衛用の陸砲として用いられるものもあった。 複数の軍艦が同時に砲撃する際、どの艦の砲弾か識別できるように色のついた煙が出る着色弾が6色用意されていた。日本の敗戦により、大日本帝国海軍が消滅すると、攻格砲という故障も消滅した。戦後、結成された海上自衛隊の護衛艦では、方向兵器として自立型の対空機関砲、CIWS、 手法として5インチクラスの単装砲などが採用されているが、対空戦闘では攻撃に艦対空ミサイル、近接防御に CIWS が使用され、手法は主に水上目標用である。ただし、混合型護衛艦の CDC 内のコンソールの配置で米軍の担当者にほぼ完璧だが、放線コンソールは対水上戦と指摘されたのに対し、 イージスに機能はなくとも FCS-2 を積んで日本のイージスでは対空戦にも5インチ砲を使うと回答した日本の担当者はだったら配置は正しいでもクレイジーだと言われている単艦コスト削減のためにアタゴ型護衛艦以降の日本のイージス艦ではイージスシステムが射撃式機能を持つ MK455 インチ砲とされて対空射撃能力を持っていないが FCS-3 は同方の対空射撃式機能を有しており、海上自衛隊において法の対空戦能力は必ずしも軽視されておらず、米海軍よりも重要視されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。